もうちょっとかかると思いますよ。ちょっと見てきますね。やっぱりまだ時間がかかりそうですね。皆さん、お友達？はい。神崎さん。サンデーちゃんのこと説明してもいいですか？体を何かが貫通したようなんです。貫通？貫通って何がですか？侵入したものが何なのかは体内に残っていないのでわからないんです。多分拳銃の銃弾じゃないかと思いますけれど。銃？まさか。銃。え、あ、いえ、そんな。たまにありますよね、矢を撃ち込まれたとか。でも銃だなんて。そうですね、ちょっと信じがたいですけど。だとしても貫通はしないですからね、普通。まさか、まさかと思うんですけど。とにかくサイズが、口径が小さかったのが不幸中の幸いです。じゃなかったらひとたまりもなかったと思いますから。それと内臓を外れていたのも良かったですね。ちょうど肩のあたりですね、胸と肩の中間くらい。そこから入射して斜めに貫通していって背中から射出されています。大丈夫です、すぐに良くなりますよ。私のせいだね。私がちゃんと注意してあげなかったから。外で歩いているのは知ってたのに、私がのんびりしてたから。でもね、私だって何でもかんでも分かるわけじゃないんだよ。全部忘れるから。ちょっと外の空気でも吸ってきた方がいいみたいね。私もついています。
何？なんでもないの。女の子なんだし、血なら平気。ほら、私たちも外に出よう。千尋ちゃん、大丈夫？ごめんね、心配かけちゃって。あとどのくらいかかるかわからないし、みんなもういいよ。え、でも…ごめんね、チカ子ちゃん。本当は私、一人になりたいんだ。本当ごめん。けど…一人が嫌になったら電話してもいいからね。木下くんのことだけど、さっきはあんな感じで話が終わっちゃったけど、結局のところどうするつもりなの？なんて？それ、本気で言ってみたら？自分でもそう信じるくらい本気で言えば、木下くんも納得してくれるかも。そうね。ただ問題は木下くんが本当にそれで信じてくれるかどうかって点だけど、木下くんだってバカじゃないし、ああ言ったりこう言ったり変だと思うんじゃないかな。こういうことがあってからなんとなく分かってきたけれど、木下くんってどうも思い込みが激しいみたいだから、
そうね。お兄ちゃんには頑張ってもらわないと。じゃないと木下くんをさらに傷つけることになりそうだから。マジブレーキしなかったでしょ。見ているこっちの方が怖かったよ。私はまだまだいける口だけどな。千尋がそうでもしょうがないけどね。とか車が飛び出してきたりとか。車は大丈夫なんじゃないかな。そうなの？うん、
って私調べたから。横道からこっちの道には入れないんだよ。進入禁止ってやつ。へえ、よく知ってるね。カズハちゃんマメなんだ。だってやっぱり心配だし。前に言ったっけ、言わなかったかな。双葉車に轢かれたんだよ。怪我はそのせいだから。うん、弱っ。なら私と競争しようよ。気をつけてね。私はマジ早いよ。よーい、ドン。頭打たなかった？